本城明長没年未将は、戦国時代から安土桃山時代の越後国の武将、文後守る、千代丸、小に、雄長、永六七年、植杉氏家臣、本城茂城の着男として生まれる。母は、植杉影信の娘。永六十一年、茂長は、武田信玄の調略に応じて、植杉氏からの独立を目論むも、 上杉謙信の猛攻を受け、翌年、芦名も隆二の仲介により降伏し、この時に人質として、謙信に差し出された。天正6年の大タの乱では、父、重長が上杉ス勝方についたのに対し、母方の祖父、上杉ス信の属する上杉ス虎方についた。乱が、継承型の勝利に終わると、ミたちに在場していた秋永は敗着することを、 条件に除名された。天正19年、主刑長と弟、大宝寺義勝が、藤島一期先導の容疑により改役されると、別家を起こして、神原軍鴨にて2298国を領した。ところが、慶長2年に、なおえ兼次を総武行とする、伏見城船入り武神において不手際があったとして、須田道種、柿崎賢也らと共に改役され、 上杉家から追放された。開役された後の動向については、不明な点もあるが、後年の松川の戦いに、父の重町と共に参戦していたとする話もある。なお、本城氏の家督は、弟の吉勝が本城光長町に改名して継いだ。ありがとうございます。